はい、しよです。今日はですね、まあ、うちの中にね、まあ、かなり閉じこもっていることが多い、そんな人も多いと思いますし、まあ、いろいろ心配事が多いとね、まあ、気分が優れなくなってしまうって人が増えていると。まあ、実際ですね、残念ながら去年1年間で、その自殺をしたりする人の数というのは圧倒的に増えているんですね。その感染症で死者数が少なくなったにもかかわらず、全体で見るとですね、その、まあ、うつで亡くなる方とかそういった方も増えていて、 まあ結局ですね、いろんなね健康の問題っていうのはやっぱりトータルでちょっと考えなきゃいけないってことなんですね。だから今の時はですね、その感染の対策以外にもやっぱりメンタルのことについてもかなりですね、僕たちは考えていかなきゃいけない時に来ているんだってことなんですね。で気分が少れないとかね、打、ま、つ、あ、も含めてですね、なんとなく落ち込むとかくよくよ考えちゃうって時にはですね、まあこれをやったらいいよっていうなかなかないんですけども、その中でね、一つ確実に進められるのはですね、運動なんですね。 少なくとも、これまでね、医学研究論文の中でですね、運動そのものが、その気分を高める上で最も効果的な方法であるということは、研究結果としていくつもあるわけです。で、最近でもですね、2020年の論文ですね、11月に出た論文ですけれども、15万2978人だったかなうん。7年間以上ですね、そのイギリスの研究ですけれども、経過を見たというものがあるんですけれども、その筋力ですね、筋力、それから、 運動能力、まあ酸素を取り込む能力ですね。それとそのうつ病の関係、うつ病の発症の関係というのを見たという研究があるんですね。まあ運動ではその最大酸素摂取量というそのまあ心肺機能のですね、ベースとなる能力を見たのと、あと筋力というのはですね、いわゆる握力ですね、握力。握力で代用してその筋力と心肺機能とそのうつ病の発症の関係というのを見たわけです。 で、各軍をですね、その運動能力の高い人、中くらいの人、低い人、同じく握力の高い人、中くらいの人、低い人っていう形でね、まあ、3つの軍にこういろいろ分けて見ていったんですけども、最も強い人ですね、それから最も弱い人の間には、明らかにですね、うつ病になる傾向っていうのが、その運動能力が下がるにつれてですね、高まっていくってことが分かったということなんですね。そして、その体力と、それから、えっ、ー、と、 筋力ですね。両方高い人と両方とも低い人に比べるとですね、まあ、うつ病になる確率っていうのは、低い人っていうのは98.1%高かったと。だから不安神経症になる確率はですね、59.9%高かったと。かなりですね、まあ、リスクが違うわけなんですね。で、まあ、最も弱い人ですね。弱い。それから筋力も弱い。心肺機能も弱い。心肺機能高い。 筋力も強いっていう人はですね、やっぱり精神疾患になる確率というのが全体的にですね80、80%違うということだったんですねす。なわちこう、メンタルの乱れというのはですね、運動能力の低下から誘発される可能性があるよということが示唆されたということなわけです。元気になるためにですね、まず落ち込まないようにするためにはですね、まあ、現状を憂う。ね、なんかいろいろ苦慮を考えてしまう前にですね、まず動こうとすることが大事だということなわけです。 今の現実ですね。いろんなことがあると思うんですけども。まあ、いろんいな現実ってのはですね、その止まった絵をずっと見てるようなことではないですね。絶えず、絶えずこう動き続ける。その、今、くよくよしたりだとかね、悲しいことってのは、その瞬間の一瞬のことでしかないわけです。えー、現在、怒りがあったりだとかね、それから不安があったり、その心の状態ってのはですね、まあ一瞬の出来事であって、絶えずこう移り変わっていく、なくなっていくもんだよってことを考えたい、考えてほしいんですね。 で、その移り変わっていくっていうことをですね、受け入れて、その現状にこう、くよくよしてですね、絶えず動かない、動かないようにこう、とどまってしまうってことなくですね、まあ文字通りですね、体ごと動かして、その解決策をですね、探していってほしいということですね。 まあ、仏教の教えではですね、色彩是空って、まあ、犯者信仰の言葉があるんですけども、まあ、僕たちのですね、日常で起こっていることっていうのはですね、もう概念上の問題であってですね、それなりにくよくよ悩むものではないんだよと、実体そのものはないんだよって、空って考え方がありますけれども、私たちの今思っていること、気持ちっていうのはですね、今この瞬間にあるのであって、次の瞬間にはですね、どんどんどん,どんなくなっていくものなんだよと、苦しみっていうのはですね、未来、永劫に続くものではないんだよってことをですね、意識しながら日常生活を送っていくってこと、 すごく大事なんですね。 この研究ですね、運動とそのうつの関係に関しては、明らかにですね、影響があると。動き続ける場合はですね、うつになる傾向が少ないということが上がっているわけですね。運動とフィットネスのレベルが上がりにつれてですね、メンタルがやられにくくなっているということなわけです。まあ、世界的に見てですね、こういった問題っていうのは対処していかなきゃいけない大事なことなんですけれども、まあ、苦しんでいる人にとってはですね、早期にですね、症状を取るためにはやっぱり動くってことが大事なんですね。まあ、最初にですね、そのお薬のアプローチっていうのを受ける場合があると思うんですけれども、 お薬のアプローチっていうのはですね、まあ、効果が出るまでにですね、一定の時間かかりますし、それから体重が増えたりだとか、便秘になったりだとかね、それから不安症に逆になってしまったりだとか、自殺を引き起こしてしまうリスクっていうのもやっぱりあってですね、薬で全面に全てが解決するわけではないんですね。 実際、運動を始めてもですね、一切運動したことないよって人たもですね、約3週間ですね、しっかりと運動することができるとですね、メンタルの機能を改善するのには効果が出てくるっていうことがですね、研究結果、結構古い研究ですけどね、1985年の研究結果で,ですねや、3週間ですね、しっかり運動するだけで、まあ、十分改善してくるし、そしてですね、 高齢になったとしてもですね、運動し続ければですね、その機能は増加してくるってことが分かっているんですねで。心と体はつながっているっていうことをね、しっかりと受け入れて、定期的に運動する、まあ、癖ですよね。習慣を身につけていくっていうことが大事になってきます。2013年のですね、メタアナリシスっていうですね研究結果によるとですね、まあ、うつ病になる人ってのはですね、ビタミン D のレベルも低い傾向にあるんですね。だから同時にですね、ビタミン D を上げるようなこともやっていく必要があります。 え、陽をしっかり浴びるってことですよね。太陽をしっかり浴びて、そして運動を取り入れていくってことはですね、その心の問題とかね、心の不安とか、何か現実に心配がある時にはですね、非常に重要になってくるわけですね。まあ、サーファーの人にですね、うつ病とか花粉症の人いないって言いますから、いかにこう、太陽をしっかり浴びてる時間が長いことって大事なことなんだなっていうのをね、再認識してもらえるといいかなというふうに思います。まあ、今日の話ね、役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。